こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、食いしん坊の先輩と美味しいお店を食べ歩いてみようのコーナーでございます。今日は町田駅近辺にございます博多長浜ラーメン六角堂さんにお邪魔しておりまして、一緒に来てくれたのはこの方でございます。でん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 でっかちゃんだよちょっと、この店すごくね、グランプリをたくさん受賞されてるお店でございまして、うん、絶対美味しいんですよ。美味しさもそうなんですけども、気になってるのはこのね、麺の硬さをいろいろ選べるということで、僕やはね、説明書き作ってませんとか言ってで、バリアもおすすめしませんとかいろいろ書いてある中、うん、一番硬い粉落としがマニアの領域とりあえず僕今注文してきまして、普通からまず入りたいと思います。めちゃめちゃ美味しそう。うわ、はい、細麺ですね、うん、でっかさんの海苔の壁すごい、本当に麺すごい繊細な麺、え、こんな細いんだ。めちゃめちゃ美味しそう。いや、すごい。で、デッカさんのはもうね、麺が見えないくらい具沢山っていう、うん、わー、出てきました。いっぱい、あ、出てきた、出てきた、細そう。あ、まあ、ちょっと固めな麺だけど、美味しそう、美味しそう、美味しそう。スープから、あらら、いただきます。癒しですね、うん、引き込まれちゃうなあ、美味しい。では麺の方も、スープがめちゃくちゃ絡みついてきてるの分かるかな、うん、繊細すぎて見えないかもしれないけど、あ、明太ボールが転がっちゃった。うん、確かにスープ絡むよね。スープほんと絡みますね、うん、これね。うん、うん、明太子を溶かしていきます。ああ、明太子の匂いしてくるんで、これはいい、これはいい。うん、あー、美味しい、すごいな、うん、あ、いいな、絶対うまいじゃん。絶対美味しいからスープがつなぎになって麺が途切れないってことなんですね、うん、これね、うん、デッカさん、はい、海苔の壁を大事にしすぎですよどうしよう、全然崩してないじゃないですか。もう麺がないんで、あれ、麺食べちゃった、はい、湯気通し、湯気通し面白いですね。湯気通しめっちゃ来るの早かったですね。早かったね、本当に湯気で通してるわけなんですねこんな感じなんだ。のり巻き麺いきましょうかね。ガツンとくるスープと繊細な麺のもう相性がやっぱすごいですね。すごいな、うん、麺食べちゃいました、うん、なので僕はもう、じゃあ一番硬い粉落とし、すいません、替え玉粉落としお願いします。マニアの領域、マニアの領域ですからね、うん、来るのやっぱ早いのかな、粉落としになって。さっきの出方のスピードも相当でしたよね。湯気で通したらね、ね、そうか、湯気通しは、うん、お湯つけてないんですか湯気の中でさっさって本当にそんなおかげないですよね。でもね、言葉だけなのかね、例えなのかどうなのか分かりませんが、うん、粉落としはだから麺についてると、あ、早い早い早いですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、もう来ました粉落とし粉落としほぐしながらだけど、ほぐしながら、もうそうですね。でこの硬いまま食べた方がいいですもんね、ほとんどもう麺の味をつけて、ね、うわー、すごいこれもうね、すするとかじゃないですね。このスープの味を大胆に食感として食べてるっていう、別の食べ物です。替え玉いってもまだ海苔をね、消費してないからもうやるしかないですね。おすすめだしね、おすすめしてくれてますからね、うん、いやでもこの、またこれ白ご飯も美味しそうなんだけど、またこれスープめちゃくちゃ濃厚だからな、うん、あー、まあで、それよりも、デカさん、海苔は、リズムネタが得意なデッカさんだけあって、海苔を大事にしすぎ。